この動画までのあらすじ。この日の飼い主の夕食はマグロのたたき丼でした。お魚好きのおじゃる丸と空豆のためにお裾分け用の小皿を2つ用意。食事の準備中からそわそわしていたおじゃる丸は、飼い主が食べ始めると同時に自分のお皿をペロリ平らげ、その間黒ごまが寄ってきたけれど、魚とわかると興味なく去っていった。飼い主の食事が終わる頃、寝ていた空豆が起きてきたので、残しておいたもう一皿分のマグロをあげた。さて、豆ちゃんのもぐもぐタイムの始まりです。